どうもー、茨城県下関にオスペンギンのデル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 デリスケでーす。はい、山中でーす。さあ、ということで今回我々はですね、茨城県の笠間市に来ております。お、今回我々がご紹介する茨城県の秋のご当地スイーツは笠間のモンブランでーす。はーい。と言いますのもですね、この茨城県はですね、栗の生産量がなんと日本1位でございます。1位でーす。この笠間市もね、栗かなり有名ですから。はい、そうなんですよ。ということで、この笠間市内にはですね、たくさんですね、この栗を使った美味しいスイーツがいっぱいあるんです。うん。その中でも今回ご紹介するのは、王道のモンブランでーす。王道。はい、ということで、いろんなお店でね、いろんな美味しいモンブランがあるんですけども、はいはいはい、今回我々がご紹介するお店は、お菓子のお店、クリームさんでございまーす。はーい。ということで、早速中に行って美味しい笠間のモンブランを買っていきたいと思います。いきまーす。栗好きですか？大好きです。あ、ということで、はい、笠間のモンブラン買ってきましたので、早速公園に行ってですね、食べたいと思います。さあ、こちらが笠間のモンブランでございます。うわー、すごい。すごいですよ、これ。でかいよ。まずはダイナミックに栗が1個乗ってますし、もう漬物石みたいな感じですもんね。いや、ほんとそうですね。え、いや、その下にね、もうこれでもかっていうぐらいの、いや、たっぷりたっぷりのペースト、はい、その下がね、ロールケーキになっておりまして、ロールケーキなんだ。一番下がですね、はいはい、クッキーでございます。ああ、クッキーのこういうね、もう4層になってるわけです。なるほど。中にクリームが入っております。はいはいはい、いただきます。あー、すごい栗か。めちゃめちゃ美味しい。栗の甘さですね、完全に。うわ、美味しい。ちょっと、じゃあちょっと下のロールケーキ、ロールケーキも行ってみましょうか。下のロールケーキ、栗かー。栗かんさんをさっきから呼んでますよ。すみません、ルパンじゃないです、はい、これね、栗のロールケーキだからめちゃくちゃ美味しい。あ、ロールケーキも栗の、栗。なるほど。栗の味だ、美味しい。本丸のこちらの栗、渋皮煮といってね、うん、渋皮の状態で甘く煮たと。うーん、ございますか。柔らかいと思います。いただきます。うまっ。笠間の栗、うまいわ。本当だ、上品、甘さが。なるほど。これ栗の中でもね、うん、最高級の笠間栗を使ってるんですよ。うんうん。だから俺こんなん初めて。まあ、大きいしね。うん。すごい。やっぱ栗感がすごい。いや、栗感さん呼んじゃってますよ。はい。いや、美味しい。うん。これちょっと、ね。下のクッキーの上、はいはい、これホワイトチョコだ。ホワイトチョコ。あー、なんか確かに。なるほど、嬉しいサプライズです。あらら、ら、美味しい。合うね。うん、ちょっとこれ止まんないよ。ちょっと待ってください。はい。クリームがあったでしょ、白い、うん、その中から栗のクリーム。おお。栗のクリームが真ん中にいましたよ。すごい。何層にもなってる。本当にずっといろんな味が味わえる。なるほど。たまらないよ。いや、本当にこの笠間のモンブランは美味しい。はい。ということで、今回我々茨城県がご紹介したのは笠間のモンブランでございました。本当にいろんな味わいがありましてね、めちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ皆さん一度笠間のモンブラン食べてみてください。